ような細かい知識まで皆様に知るきっかけを得ていただこうというものです。今回のテーマはこちら、日本史十二代事件簿ということなんですが、日本史十二代というこの、なんか大体普通ね、なんとか代作るとこう切りのいいところで終わることが多いんですけど、10代とかでね、20代12代って言われちゃうと何か意味がありそうな感じがねしちゃいますけどね、なんでしょうね、大化の改新、大政奉還、なんでしょう、いろいろあると思いますが、まあ、今回の講師はですね、毎日文化センターで日本史十二代事件簿という講座をお持ちの歌人の林一清さんに来ていただきました。毎日文化センターの数ある講座の中でも特に人気の講座だそうです。林さん、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。林先生は、はい、歌人なんですか？お、歌人なんですよ。歌人で歴史の先生？そうなんです。短歌がまあ専門なんですけれども、はい、今やっぱり文化センターでは歴史講座が人気があるので、はい、日本史についてお話しすることが多いですね。この、まあいわゆる短歌の世界と、はいはいはい、日本史の世界というのはつながるものなんですか？うん、つながってると思いますよ。あ、そんな感じですかね。私はもう歴史が大好きで、それでまあ自分が知り得たことを面白く分かりやすく皆さんにお伝えしようということでやっております。これ12代、事件簿というふうに言ってますけど、おかしいですよね。なんですかこの12代事件簿。普通10代事件簿とかね、大体ね、だから最初10代事件簿にしたんですよ、はい、ところがね、あのカリキュラム書いて出したらね、12あったんですよ。2増えちゃったんで、あの毎日文化センターの上の方がね、12あるんだったら12代事件簿じゃないかみたいなことをおっしゃったんで、正確性を大事にして。そうなんです。でも林先生のファンの方もいらっしゃるようで、ありがとうございます。京都の、シノブルストクイーンさんは、林先生ご出演おめでとうございますということで、すごく楽しみですっていう、ありがとうございます。おっしゃってますよ。はい、やっぱりファンの方いらっしゃるんですね。ごくわずか。そんなことない。ファンといえばね、私は福島さんのファンで、あれそうなんですか。嫉妬校時代からすごくなんかね、衝撃でしたね最初。嫉妬校私出てました、確かに。ですよね。3年間ぐらい出てましたけど。なんか最初見た時ね、なんだろうこの人は。そうです。なんとか。本当の人間かな、なんかキャラかなみたいな感じがね、すごく興味を引かれて。あ、そうですか。その後ずっと、昭和歌謡から歌碑巡りから、で文化センターの年代の方には福島さん大人気ですね。まあなんとなくそんな気はしてるんですけど、はい、その世代的に声かけてくださるのはなんとなく文化センターの世代の方々かなというような気が、私たち支持層がこう重なるかなと思いますけどね。そうですか、はい、でも歌人の方というのは、はいはい、すいませんね、もうその事件の前にやっぱり歌人の方に興味が行っちゃうんですけど、歌人になるってどうやってなるんですか？昔はね、やっぱり新人賞に応募して歌集を出してという道筋があったんですけれども、はい、今インターネットの世界でね、もうどんどん発表しちゃうから、なったもん勝ちみたいな、歌人と言ったもん勝ちみたいな感じですけれどね。でも林先生の場合は、現代歌人協会の会員でいらっしゃって、はい、現代歌人集会の副理事長も務めてらっしゃるという。そうなんです、だから歌人といえばね、歌人という人はたくさんいるけれども、ずっと長年歌人を続けるっていうのはやっぱり難しいことですよね。辞めちゃう方もやっぱりいらっしゃるんですね。でも常に作品を作り続けなくちゃいけないという。それと歌人として生活ができるというのはごく一握りだと思いますね。そうですか。林先生はじゃあ歌人として生活していらっしゃる。ありがたいことです。まあすごいことですよね。じゃあその、歌人の先生が、はい、どうして日本史を教えることになったのか。やっぱりニーズでしょうかね。需要があるから教えなきゃいけないから教える。いやいや、あのぴったりあったみたいです。最近やっぱり歴女なんていうことでね、女性にも歴史は大ブームですし、これ十二代事件簿って12個、まあ、今日は何の話をしてもらいましょうか、ね、今日は応仁の乱なんですけれども。あ、そうですか。先ほどねおっしゃった大化の改新が第1回。あ、ね、やっぱり大事なんだ。そんなとこはね、あとずーっと言ってね、あとあの本能寺の変とか、本能寺の変、今月はね関ヶ原の戦い、関ヶ原確かに12に入りそう、で最後は龍馬暗殺、あ、ほーまで行きます。なるほど。
で、ワンシーズン終わったら、また12カリキュラムがあるので、結局24大事件間に合ってどんどん増えていっちゃうんですね。それはまた別の事件がやっぱりいっぱいここあるんです、それを取り上げようかと迷うくらいですね。で、今日は応仁の乱なんです。今ブームでしょ？今応仁の乱ブームらしいですね。なんか変な感じですけど、45万部売れた本もある。新書はね。でも難しいし、ややこしいし。どうでしょうね、こうラジオを聴きの皆さんが、応仁の乱について何か情報を出しなさいって言われたときに、何が出てくるかって、これ怪しいですよ。私もかなり怪しい。そうですか。応仁の乱知らない人は何ですか、ね、学校で習いますもんね、うんうん。で、やっぱり人の世むなしい応仁の乱。1467年、ああさすが覚えてらっしゃいますねでもここで止まりますそうですか。舞台は京都なのかなとか、はい、そうそう都で戦争があったのかな、はい、とかそのぐらいですかね。これね、簡単に一口で説明するのは難しいんですけれども、はい、あえてですよ、あえて図式的に言うと、3つポイントがあります。簡単に言うと、はい、はい、一つ目は室町幕府の将軍の後継者争い。ああ、誰が継ぐかということ。そうです。はい。二つ目が室町幕府の内部での権力争い。その両巨頭が細川勝元と山名宗全。ほうほう。この二人が争った。細川家と山名家ってのはよく聞く気がしますね。なんとなく覚えてます。はい。はい。で、細川家と同格の管領という家がありましてね、これ将軍に次ぐナンバー2の家なんですけれども、それに畠山家と柴家という2つの家があって、習った気がする。はいはいはい。これがまた後目争いで揉めるんですよ。でこれが複雑に絡み合って全国に広がった。で11年続いた。11年も続いたんですか。そうなんです。長いですね。長すぎる。で今で言ったら東京で、言ったら内紛が起こっちゃって、それは11年間続くでしょ。考えられませんよね。畠機能はもうえらいことになりますね。えらいこっちゃ、大変ですねこれ。まあ、人の世むなしいですね、そう思うと。むなしいですね何のための戦いだったの。なんでそんなに揉めたんですかそれがね、なんかね、よくみんな当事者も分かってないみたいな。あ、本人たちもだから敵と味方が入れ替わったりするし、何のために戦ってるんだっけみたいな。だからややこしくなった。夫婦喧嘩みたいな感じですね。そうですかね。やってるうちに何が原因だったっけってなってきて、ただ怒りと苦しみだけが残るっていう感じですよね。だから応仁の乱の魅力ってね、何かといったら、どんなややこしいことでも、興味を持って調べていくと、いつか分かる時が来るというこの快感でしょうかね。そうですか。分かんなかったものが見えてくる。そう、分かる喜び。このやっぱりこう応仁の乱を境に時代っていうのは変わるんですか。変わりますね。だってその後、戦国時代が来る。というのも日本中がもう争いだ。みんな喧嘩しだしてるじゃないですか。その発端はこの応仁の乱にあったということなんですね。はい。なるほど。で、まあ、あらましといいますか、どういうふうに、何がどうなんでしょう。日野富子はご存知ですよね。日野富子、気の強い人。気の強い。はいはい。はい、という印象はあります。悪女。うん。ずっと日野富子が応仁の乱の原因を作ったように言われてきたんですけれども、最近そうではない。あれは応仁期という、まあ、50年後ぐらいに書かれた本が、あの原因は全部日野富子になすりつけてしまえと。暴露本みたいなものが出たわけですね。そうなんです。50年開けて。開けて。だからもう覚えてない人も多かったから、その当時をね。ああ、そうです、ね。だから全部日野富子が悪いんだみたいに。女性であんな権力を握ったというのはやっぱりけしからんみたいな。日野富子っていうのは立場で言うとどの立場ですか。将軍の奥さん。ほう。将軍は足利義政。義政。その奥さんが日野富子。うんうんうん。でね、2人の間には子供ができるんですが、すぐ死んじゃって、あとできなかったんですね。あ、そうなんですか。で足利義政がもう政治に興味がなくなったのか、はい、早く辞めたいと、隠居したいと言い出したので、でも後継ぎがないと辞められないので、そうですね、誰かに代を変えないと、弟が寺に入って出家してたんですけれども、それをこう俗世間に戻して連続させて、弟の足利義満に位を譲ると、将軍職を譲ると言い出したんです
ね。弟はそれは本意ではないんですかね。だってお兄さんまだ若いから子供できるんじゃないのみたいにね、渋ってたんですが。何歳ぐらいの時なんですか？30。あ、若いですね。うん、私じゃあちょうど吉村ですね。あ、吉村ですか。ちょうど私吉村。まだまだバリバリ。そうですね、まあ、頑張れそうな感じしますね。そうですね。で、吉見弟いないですけど、まあ、弟に、まあ、勝手に譲るって兄ちゃんが言い出したら、それは弟からすると、うん、やだよってなりますよね。で、まあ、なんとか引き受けたんですよ、弟が。はい、そしたら、その後に子供ができたんです。あ、富子との間に。え、日野富子との間にできた、あれ私の、私のじゃないけど、吉政の奥さんだったんです。そうです。吉政と富子の間に子供ができた。義理のお姉ちゃんの、うん、いやいや、もともとの夫婦の間に子供ができた。そういうことですか。ああ、なるほど、なるほど。ちょっと話をややこしくしないでください。ただでさえややこしい。吉政の、なるほどね。甥っ子ができちゃったけどね。せっかく継いだのに。そうなんですよ。はいはいはい。で、富子が、ええ、そんなね、吉見みたいな自分の夫の弟に将軍職を継がせるよりは、自分の息子に継がせたい、まあ、そりゃそう思いますね、と思って実力者の山名宗伝に頼んで、うん、自分の息子が将軍職に就けるようにというのが応仁の乱の発端だとずっと言われてきたんですけどね。おお、ちょっと勝手な感じしますよね。でもそうではなかったようです。へえ、実は畠山のこう跡目争いにね、うん、細川と山名がそれぞれの派についてそれで争い出したというのが発端だったようですね。え、畠山と、細川山名の関係性はどうなってるんですか？ここら辺はややこしいことですけどね、畠山家でね、こう2つに分かれて争ってるんですよ、はい、そうすると権力争いをしている細川が A の方についたら山名は B の方につく、芝の家が2つに分かれて争ったら細川が A についたら山田は B につくと、ことごとく違う方について権力争いをすると、はい、それでついに武力衝突、京都の上御陵神社で戦いが始まったということなんです。これさっきの将軍家の争いとはまた別で起こって、別で起こってるんです。起こってる、うん、こっちの方でややこしいことになってる。そうなんです。でもややこしいからね、こう出てくるキャラクターにちょっとそれぞれキャッチフレーズをつけたんですけど、はい、聞いていただけます？はいはい、お願いします。まず足利義政、はい、優柔不断、優柔不断、うん、日野富子、うん、金の亡者、あ、そうなんだ。へえ、はい、山名宗伝、はい、暴走老人、ちょっと年上の人、年上なんです。はいはいはい、細川勝元、うん、陰謀家、ほう、そうなんだ。そして畠山の畠山義成、あるいは義弘とも呼ぶんですけれども、はい、ナチュラルボーンキラー、どう、ナチュラルボーンキラー、ほう、どういうの、はい、はい、生まれついての殺人者、はい、ちょっとギア荒い、荒いんですよ、はい、で畠山義成義弘がね、うん、俺畠山家っていうのは名家なんですよ、うん、それなのにお母さんがね、うん、流れ者の遊女だ、だからどこの馬の骨ともわからないようなちょっと最下層の人だったみたいでね、もしかしたらお父さんも畠山じゃなかったかもしれないと。ものすごく気の荒い、この畠山義成、これがものすごい戦い好きで戦い続けるわけですね、ほう、これ畠山同士の中で戦ってるんですね。これ誰と誰が戦ってるんですか？いとこ同士で戦う。いとこ同士が戦ってて、でそこへ加担するんですよ、それ。この山名細川が。そうそうそう。暴走老人と陰謀家が行く。そうなんです。はあ、どっちに行くことなんですか。そんなに畠山は偉かったんですか？そうなんです。あの、名家なんですね。なるほど。うん、で、ここに芝氏も絡んでくる。絡んでくる。芝氏はどうなるんですか、これは。あの、同じようにね、中で争ってる。ほう、ということです。なるほど、ね、いろんな権力者がまあいっぱいいて、その家族同士の揉め事のところに、この山名と細川という一個の家それぞれが、俺たちこっち作ってこっち作ってて、勝手にこうなんかごちゃ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 、そうなんですね、やっていったということなんですね、うん、でもそれが、11年続くんでしょ、うん、なんでそんな長引いたんですか？あんまりね、差がなかったんですね、力に。だから互角なんですよ、なかなか決着がつかない、で戦国時代みたいに敵の大将の首を取るまでやらないんですよ。あ、そうなんですか、途中で疲れたからやめるみたいなね
そんな感じなんですか。今日はやめとこうみたいな、また明日みたいな。じゃあもう毎日毎日ずっとこう、うん、ちゃんちゃんバラバラやってるわけじゃなくて、次いつやるのかなみたいな感じかな。なんかふわっとした怖さが毎日続いてる。で京都の街中でしょ、道が狭いじゃないですか。そうですね。だから関ヶ原みたいな全面対決にならないと。はあ、決着がつきにくい。つきにくい。ずっとゲリラ戦みたいな感じ。だからもうね、ちゃんちゃんバラバラよりも火をつけた矢でね、はい、放火合戦みたいになって。うわ、それたまたまじゃないですか。たまたまじゃないです。屋敷焼かれた人は。普通の家の人たちもたまたまじゃないですか、ね。たまたまじゃないですよ。本当に。みんなどうしたんですか、その時。まあ、逃げたりね。都から人がいなくなったり。いなくなったり。もう都は荒れ放題。ほうほう、まさに人の世無なし。ああ、ね、なるほどね。これでも、その、言ったら武士の戦いなんですかね。公家の戦い、うん、武士の戦い、武士同士の戦いになるんですよね。で、その公家の人たちはどうしてたんですか。巻き込まれたり、うん、避難したり、迷惑やなって言ったり、迷惑やなところの騒ぎじゃないよね。ほっといたらその火つけられた人だけですもんね。そうですそうです。で、最終的に、うん、誰が勝ったんですか。それがね、誰が勝ったんだって、もうそれがわからない。それがわからないんです。うん。どっちが勝ったということもないんですよ。誰も勝てなかったんですか。勝ったといえばね、うん、戦争中に、戦争ってお金かかるじゃないですか。そうですね。で、あの、西と東に分かれるので西軍東軍なんて言うんですけれども、うんうん、どちらにもお金を貸してた人がいるんですよ。へー、キャッチフレーズ、金の亡者。あ、なるほど。日野富子。あ、そうなんだ。この戦争中に今のお金で言うと60億ぐらい儲けたそうです。あれ、儲かったんですか。うん、だから勝者は日野富子じゃないかと。なるほどね。でも何でそんな儲けるんですか。だからお金を貸すんですよ、あっちにもこっちにも、敵にも味方にも。金利で、はい、金利で、はあ、放り出しみたいなことして儲けた。あと米の投機とかね。うーん、で戦ってるのは足軽が多いから火をつけたり打ち壊ししたり略奪したりするでしょ。米蔵が襲われたりして、はい、そうすると米の値段が上がる、そこでちょっと買い占めてまた値段を上げたりして。へえ、ずるいことやったんですね。みたいですね。頭のいい人ではあったようですね。そうでしょうね。だから言ったら、そのこの日野富子は別に火付け役じゃないんだけど、うん、ややこしくした当人はこの人かもしれないですね。かもしれないですね。はあ、うん、吉政はその時に どうしてるんですか。結局ね、吉政が将軍なんだから、はい、この戦いを止められる立場にあるのは吉政なんです。やめなさい、ちょっと落ち着きなさいって言えばいいんですよね。そうなんです、一段上にいるんですからね、はい、ところがまあどちらにもいい顔したりしてね、ここぐらい優柔不断なんです。なるほどね。あっちについたりこっちについたりね、状況を見て態度を変えたりする。あ、そうなんですか。へえ、いや、やっぱり畠山はこっちだよって言ったり、そうそうそう、山田お前は偉いなって言ったり、そうそうそう、一番ダメなタイプの上司ですね、そういうタイプがね。でもね、うん、ブレまくりのように思うでしょ、はい、ところが一つ芯が通ってるんです。自分ファーストという。つまり自分の身が一番大事な義政は、あっちについたりこっちについたりしてブレまくってるようですけれども、うん、結局自分ファーストだけは貫くんですよね。具体的に言うとどういうことですか。その時その時で一番得するような道を選ぶよ。自分だけはもう みんな脅かされないように。う、安全ないように。うでもそんなことずっと続けてたらむちゃくちゃになるから、バレるじゃん、意外知らないよってなるじゃん。なるでしょうね。ならなかったんですか。みんなが自分ファーストだから。あ、別にそこに対していちいち文句言う人もいい。もう文句言っててもしょうがないですよね。あ、天皇家は文句言いましたよ。それでもそうでしょうね。なんて言ったの。でも、あの、まあ、そんなことはやめなさいみたいなことを言ったんですけどね、結局御所も焼かれてね、はい、この足利義政の屋敷に避難してね、一緒に酒宴を開いたりしてね、朝から酒飲んでたりしたみたいな、ね、あれ意外とのんびりしてるそうなんです。戦いの最中にもね。で、将軍家って言ったらその、朝廷天皇家から、うん、まあ、一応政治だとかこの辺の、うん、まあ、町都のこう整備なんかは、はい、整備とか、まあ、管理なんかはあなたやってねって、はい、頼まれてる管理人さんみたいなもんじゃないですか、まあ、そういうような感じじゃないですか、うん、それだったらもうなんでこんなに荒れてんだよ、どうにかしろって普通言いそうなものですよね、うん、でも天皇家もその時はお金がなかったんでしょうね、力もなければ、はあ、じゃあ日野富子が財力的にはやっぱり一番なんだかんだ強かった。そうですね、強かった。はあ、
応仁の乱がどうやってこれ収束してたんですか、うん、もうみんな嫌になってね、やめとこうっていう沿線気分っていうやつですか、はあ、戦いが嫌になる気分になって、で山名宗全ももう年取ってますからね、はい、もう嫌だ嫌だって何もかも嫌になってね、自殺するんです。それ何歳ぐらいなんですかね。70近い。でそれがね、70近くね。早く逃げてはいる。それがね、途中で見つかって止められるので、切腹しかけたのにね、あの刀で刺して途中で止まったんですね。で、どうしたんで、結局その傷が元で死にます。あ、結局死んだんですか。そうですか。はあ、そしたら2ヶ月後に敵の細川も死ぬんですよ。がっくり来たんでしょうね、敵が死んだんで。この細川は、その都市的にはずっと若いんです。だって山名宗全の娘婿でもありますから。あ、ここはここでまたちょっとだいぶ紛争的なところあるんですか。ね、考えたらね、あれだけの戦いを11年続けさせた張本人が2人とも畳の上で死んでると、いや戦争ですね。勝手なもんですね。へえ。でこれそのまあじゃあ当事者同士一番揉めてた2人がいなくなったから、はい、もうみんなもういいやってなって、うん、もう普通に生活しましょうってのはもう撤収っていうことになって、迷惑な話ですね、うん、西軍ね、撤収したんですけど、1日で撤収終わったんですよ。はあ、なんかやめるとなったらあっという間にやめれちゃう、やめられるはずだったのに、うん、そうそうそう、上のトップの2人がもうずっと揉めてるから、うん、はあ、なんか現代でもありそうな話、ありそうな話ですよね。いいじゃないですかっていう感じですよね、うんうん、はあ、でまあ、この2人がまあ亡くなって、はい、みんななんとなくやる気なくなっちゃった、はい、で都ぐちゃぐちゃじゃないですか。ぐちゃぐちゃですよ。でも将軍家は一応そのまんま、そのまんま、うん、義政がまだ持ってまだ将軍のままなんだ、うん、で義見がかわいそうですね。義見かわいそうです。途中で見限られてね、もう一回出家してこいって言われる。で比叡山延暦寺行くんですよ。そしたらそこへね、山名宗全が迎えを出してね、こっちについてくれって言って自分の味方に引き入れる。まだ山名宗全わけわからないでしょ。ああ、そうなんですか。へえ。でまあ義政の時代もいつまでも続かないですよ、はい、結局息子の日野富子との間にできた義久に将軍職は譲るんですけれども、なのじゃあ50年後のその本を書いた人はこう考えたらどう考えても日野富子が一番得してんじゃないかということで、まあ、悪者だということにしたんでしょうかね。うん、あと考えてみたらそういうことじゃないのかなという予測で書いたのかもしれないですね。日野富子は罰が当たるんですよ。あ、そうなんだ。そんな息子溺愛してたでしょ、それは息子に嫌われるんです。なんでまた。やっぱり嫌なんじゃないですか、ああいうこう強い母みたいな、干渉してくる母みたいな。まあ、そうですね、思春期にもずっと、でも私は金持ってんのよっていう感じでいっぱいこう下に従えてやってるわけですもんね。はい、はい、だいぶ性格悪い人だなっていうことが分かってくるわけですね、はい、息子からしても。はり嫌われちゃって、嫌われてでどうなるんですか。何もかも言うこと聞かなくなるんですよね。だ息子に背かれた母って硬いそうですよね。そうですね、で義久は25歳で死んじゃう。早い。じゃあどうなんですか。そしたら今度はね、義見の息子をね、うん、だからあの新しく将軍に立てる富子は。義見いいやつですね、だいぶ。うん、義見相当だって言うこと聞いてますよ。本当ですね。かなりお人よしな感じが しますね。はい、ああ、なるほど、ね。その立てたのにも疎まれるという富子は。へみんなから嫌われたみたいですね。お金だけをじゃあ身の回りに置いて嫌われていって自分もなくなって、最後どこで死んだかわからないかって言われてますね。そんなに嫌われちゃったんですか。はあ、お金を抱いて死んでったんでしょうね。遺産は70億ぐらい。そんなにやったんですか。何かこういい世の中金じゃないんだなと思ってしまいます。思いますよね。どこが幸せだったのかなと富子にとってはと思うと。でもそこからやっぱり足利家は没落していくことですか。そうですね、やっぱり将軍の権威というのがなくなりますしね。でもう幕府はダメだ、全国の地方の大名たちが自分たちで力を持って、それが戦国大名と化して戦国時代へ突入ということになりますね。あ、なるほど。真ん中でこう胴取って頑張る人がいなくなっちゃったから、それぞれ地方はもう自分たちで頑張らなきゃいけないんだっていうのでバラバラになって、そこがまたお互いにがみ合い出して戦国時代ということになる、はい、はあ、そう思うとこう応仁の乱からこうやっぱりこう始まってる感じがしますよね。そうですね、今の時代というかこう、うん、その後のね歴史っていうのがね、うん、
はあ、そうなんですか。でもそこに勝者がいないってのはなんか変な感じですね。ですね。はあ、あのその応仁の乱のこう残した功績とかなんかあるんですか。その功績ね、やってよかったなみたいなところが、やってよかったところはないと思いますけどね。ただ私たちは歴史を振り返って学ぶべきことはあると思いますよね。私が思うのはね、やっぱ引くときは引く勇気が必要なんです。まあそうですね、うん、あで他人を苦しめるくらいならば、うん、プライドを捨てる力を持って、うんうん、あと自分ファーストな人間はダメだ。戦争で金儲けする人間を許すな。ほう、うん、そういうことがね、教訓になるんじゃないかなと思います。なるほどね。あとちょっとあの西陣ってね、京都にありますけど、はいはい、これもなんか応仁の乱と関係があると。そうなんです。山名宗全が西に陣を敷いたから西陣なんですね。はい、で細川勝元は東に陣を置いたから東陣なんですけれども、はい、西陣織が有名になったので西陣の名前だけは残った。はあ、そうなんですか、うん、あ東陣もあったはあったんですね。ありました。お今東陣復興でね、復権のなんか運動ありますよ。どう復権させてここが東陣だったあったっていう、まあ鬼の乱ブームになっちゃって、そう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 、東陣ブームもちょっとやれるかなみたいな。語呂が悪いですよね、東陣。東陣なんとなくね、西陣はもう染み込んでますよねこっちね。はあ、そうですか。でもこう鬼の乱ってもう今京都はまただいぶ町もじゃあその後整備もう一回し直したでしょうから、はい、うん、応仁の乱の古戦場跡みたいなのはなんかそれがね、ポツポツと石碑が残ってたりするんですけどね。ただね、うん、近いんですよみんな。例えば具体的に言うとどういうところにあるんですか。200メートルぐらいの距離、上京区が多いですね、はい、今出川通りとか、はい、この辺りちょっと北の方ね、にあるんですけれども、うん、敵対している2人の家が近所だったり、あ、ご近所トラブルだったんですか。ご近所トラブルかどうかわからないんですけど、ね、あんまりにも狭い範囲でみんなが戦ってるんだなって。だから応仁の乱の後をぐるっと巡るとあっという間にこう、うん、全部網羅できたりしますよね。あ、そうですか、うん、なるほどね。いやでも今なんかこう聞いていて、まあ、すごくややこしいのは分かったんですけど、はい、まあ、でもなんとなくこう、うん、あのいがみ合いの構図が見えた感じがそうですかしますね。これがじゃあ12個本当は続くんですね、別のいろんな事件で、うん、はあ、そうです。今月は関ヶ原やりますよ。あ、へえ、うん。関ヶ原もまたこれ、うん、いろいろね、うん、新しい事実なんかも出てきたり、そうなんですよ。してるんでしょうからね。うん、面白いですね、やっぱそう。面白いですね。うん、なぜ揉めてるのかっていう、まあまあちょっと野次馬根性的なところがあるかもしれませんけど、はい、あの先生はこの12大事件簿を通じて、はい、どんなことを皆さんに知ってほしいと思われますか。ビスマルクの名言があるんですけど、ちょっともじってね、ええ、凡人は経験に学び、はい、賢人は歴史に学ぶ。お、だから歴史から学ぶことは多い、人間一人の経験よりもね、うん、歴史を学ぶということは今までの人間の知の集積がね、うん、いろんな経験が詰まってるから、そこから学ぶことは多いということを伝えたいなと思いますね。失敗から学ぶこともたくさんありますもんね。今日はですね、日本史12大事件簿の講座をお持ちの歌人の林和清先生にお越しいただきましたが、先生の講座は第4月曜日の午後1時から午後2時半で行われていると。はい、いうことなんですね。ただね、たくさん来ていただいて、はい、もうちょっと入れないかもしれないかな。もうちょっと机入れて、もう少し聞いていただけるようにないと、はい、ちょっとこれはあの、OK 出てますけども、ごめんなさい、いいですよみたいな、ちょっと、まあね、それとね、はい、今日応仁の乱に少し興味を持っていただいた方には、はい、11月25日、はい、応仁の乱を1回で分かる講座を開講します。おで今ちょっと伺った話よりもっと詳しく、はい、聞ける、今度は90分で分かる応仁の乱という、はい、まあ、講座があるということですね。11月25日の土曜日、10時半から、お昼正午まで行われるということです。これは毎日文化センターで、そうなんです、行われるんですかね。他のセンターを宣伝するわけにいかない。そうだね。大阪西梅田の福島駅の近くにあるということで、新福島の駅も近いです。あ、そうですか。新福島から行ってもらうと、はい、この番組との馴染みもあるんじゃないかと思います。はい、そういうことです。80枚のスライド画像とともに映画を見るように楽しみながら、はい、さっきのドロドロのやり取りを学ぶことができると、はい、いうことでございますので、もしご興味を持たれた方90分でわかりますので、行ってみてください。林先生ありがとうございました。ありがとうございました。
それではここで一曲お聴きいただきましょう。昭和54年の歌です。ジュディ・ヨング、見せられて。